岡高隅2月11日から1973年12月4日は昭和の海軍軍人、海軍中将、海兵39期、海外21期。以下は13位、大阪市で生まれる。攻撃者を経て海軍兵学校に入学。中尉の頃から潜水艦勤務が多く、潜水艦艦長、潜水学校教官などを歴任する。 海軍大学校主席卒業、その後軍令部勤務、海軍省臨時調査課長、ジュネーブ会議全県随員、軍務局第一課長などの中央の勤務が多く、その間の会場勤務は、潜水母艦、早くじらの艦長くらいである。なお、軍務局第一課長の時には、部下に、大のドイツーキと言われた、上重徳が、上司の軍務局長には大のドイツ嫌いの井上、るみがいた。 1940年の軍務局長就任と同時に陸軍が政策を掲げて海軍に圧力をかけてくる。海軍はそれまでそれに対応できなかった。どうしてもここで陸軍に対応する政策担当者を作らなければならぬ。さもなくば日本がどちらに持っていかれるかわからぬと発言し、軍務局を改編し、第2課に国防政策を担当させた。 この時、第二課長に任命したのが、同郷かつ攻撃者の4年後輩の石川慎吾である。岡は石川が2.26事件の、三予備役編入となるのを救ったという経緯もあった。強硬な大英米海戦論者だった石川を、軍務局、第二課長に当てる人事には、新英米派が多く、石川を一端死していた、海軍部内からは猛烈な反対を受けるが、岡は、 強行に押し通し、この頃から岡、石川の二人が海軍の政策を動かす役割を果たすようになった。このことは、岡は日米海戦派であり、新独派であったことを如実に物語るエピソードであると言える。このことから、戦後、木戸孝一が海軍内で最も対米海戦を強行に主張した人物として名前を挙げたため、永久戦犯に指定された。 その一方で、春ノートを受け取った際には、あまりのショックから、これではいよいよ改戦なかはない。今日までの苦心も、ついに水の泡であると涙を流したとも伝えられている。島田重太郎海軍大臣の辞任に伴い、海軍次官を辞任した沢本頼夫の公認として、繰り上げりの形で、海軍次官に就任するが、登場内閣総辞職を受けて成立した。 小磯内閣の会長に就任した与内光正は海軍次官については丘を一夜にして放築する都市井の上なるみを次官とした。丘は新海警備府司令長官として中央から遠ざけられている。その後、1945年6月20日に予備役へ編入された。太平洋戦争後、極東国際軍事裁判で終身禁錮の判決を受け服役。 1954年に仮釈放されているが、その後は亡くなるまで公的な場所に現れることはほとんどなかった。裁判における個人判決文は他に対するものが最も短かった。1958年以降、法務省によって行われた聞き取り調査に答えて、太平洋戦争の結果としてアジアの植民地が独立したと考えるのは自己満足に過ぎぬと指摘した。 岡は海大では、恩仕組みであったが、俗に言う秀才タイプではなく、軍人としては、体が脆弱で、恩厚素朴な人柄であったと伝えられている。また、巧みな交渉術を持ち、会議、交渉の取りまとめに長けていることでも知られていたことから、戦場などの第一戦にはあまり出ず、海軍省などの中央部に泊まり続け、昇進を果たし続けてきたのも、前述のような性格。 対、素質に起因するという説もある。生涯独身だった。海軍参謀、随志川慎吾日本経済新聞2010年8月18日。ABCDEFGHIJKLMNOP 法定書、第120号、岡田和美席する人事局履歴書、官報第3931号、昭和15年2月15日。 漢方第4917号昭和18年6月5日。ありがとうございます。